それ以上こっちに来ないでよ。こんな場所で男と二人きりなんて本当最悪。こんな土砂降りじゃ誰も気づかないかもね。大丈夫、これで風邪でもひいたらもっと大変だよ。うるさいったら。触らないで。ごめんなさいね、この子男の人苦手で。ああいや、僕の方こそ不用意にごめん。ご飯、ご飯なの。廃墟じゃないし男付きだし最悪。最高に怖くて素敵なスポットだと思ったのに。町から少し離れただけで人気が全くないですもんね。ここで生活なんて。急な土砂降りで雨宿りさせてもらったけど、お化けと一緒に住んでたりして。やめてください。そんなことあるわけないです。もうマミったら、そんな怖がりでなんでミステリークラブに入ったのよ。琴音さんに誘われたんです、強引に。そうだけど、学園近くの廃墟か。コトチーの言うこともたまには当てになるけどね。だってネットで最適だと思ったのに。ってコトチーやめてってば。なんで、コトチー可愛いのに。もう早く帰りたい、濡れてもいいからさ。迷子のお兄さんたちまで偶然一緒とか、男嫌いのコトチーには酷かね。危ないですよ、さっきも雨で滑って崖から落ちそうになってたじゃないですか。そうなんだけど、久しぶりと思ったらこんなに立て続けとはね。珍しいの、楽しいの。そうだね。くし、震えてるよ。待って、何もしないよ。けどこの寒さだとまずいから、今だけ信じてよ。一目惚れとか言ってるやつの何を信じればいいのよ。やめて、離して。ほら、少しは暖かいでしょ。全然暖かくない。危ないって言ってるのにどんどん先に行っちゃうから。話してよ。キスしてくれたら。一目惚れってのはマジかといって相手無視はルール違反。バカじゃないの。ちょっともういいでしょ。もう少しこのまま貸しでしょ。勝手なこと言わないでよ。じゃあキスしてよ。あんた頭腐ってんじゃないの、バカ。琴音ちゃんの男嫌いの理由、どうしてそんなに。なんであんたに教えなきゃいけないの。それでチャラってことで。ごめん、いいよ、無理しないで。昔誘拐されたの。男に連れられて、裸にされて、触られて、それで。あ、ったく、なんであんたまで一緒に来てんのよ。少し話そうよ。いや。ほら、琴音ちゃんの苦しいことを教えてくれたからさ、俺もね、その琴音ちゃんには安心できることかもしれないけど、その立たないんだ。立ってるでしょ。そうじゃなくて、ふざけないでよ。なんてこと言うのよ、バカ変態。バカにしてるわけじゃない。結構大変なんだよ、これでもこの年でさ。だから
琴音ちゃんとどうかなったとしてもね、その先はどうかも何も一切ないわよ。しょうがないから今までは我慢してやり過ごしてたんだけど、琴音ちゃんを見て俺信じられない。一目惚れって信じてなかったけど、実際にそうなって俺自身驚いてる。だから琴音ちゃんのことも俺が何とかできたらいいなって。勝手なこと言わないでよ。そんなの男なんてみんな一緒。嫌いよ。ねえ、キスしていい？う、調子に乗らないでよ。でもさっきは琴音ちゃんからしてくれた。貸しって言うからそれだけ。それだけで好きでもないやつにキスできちゃうような子なの、琴音ちゃん。それはけど、そ、琴音ちゃん、ごめん。その、俺、その。いいから。やっぱり半分のお兄ちゃん楽しそうなの。こんなこと久しぶりだよ。じっくりと楽しませてもらってるよ。私もうあなたと関わり合いたくない。もう話しかけないで。やっぱり昨日のことごめん。久しぶりに会わなってけど、また戻ったらって焦っちゃって。知らない。勝手なこと言わないでよ。話してよ。もう嫌。どうして私あんなことされてなのに。俺のこと嫌いになった？最初から嫌いよ、バカ。いや、本当に。どうしてこんなことしてるの？私土砂降りで帰れないですね。まだ降り続いてる。ああ、カトチ、何してたの？琴音さん、大丈夫ですか？おやすみ。あれれ、どうしたの？探検行くんじゃないの？朝食の時言ってたのに。寝るの。うん、それじゃあ探検はなしですね。私は読書でもさせてもらおうかな。マミー積極的だね。ユーリさんだって気になるんですよね、あの上白さんって人。ミー君、何言ってんのかな。単なる興味だけで何も深い意味は。ユーリが。そうそう、だから興味がね。興味ですか。何その言い方。もう最悪。兄様、地下の子がうるさくなってきたの。お腹空かせてるの。早いね。久しぶりだからもう少し楽しもうと思っていたんだが、そろそろ仕上げておこう。向こうの私にも伝えておくよ。そもそもキモいんだよね、ああいうのって。そうなんだよね。で、そしたら急に驚いた顔して向かってきて、超怖い。それは災難だったね。でしょ。何よ。こっちだよ。来てくれたんだね。あんたが来いって言うから。ユージ。ユージって呼んでよ。勝手なことばかり。
何がおかしいのよ。我慢してくれてたんだ。